夫婦実習。それは間もなく始まるうちの高校のとんでもないカリキュラムだ。なんか緊張しちゃう。私だけかな。俺も女子苦手だし不安しかねえよ。私人見知りだからよく知ってる人がいいな。初恋は叶わないなんて言うけど、こんな感じでいつまでも続いてくれればそれで。ちょっと邪魔なんだけど。なんであんたなのよ。町内最悪。どういう根拠で生み出したペアよ。それはこちらのセリフと言いますか。その敬語喋りキモいからやめてくんない。ごめん、とりあえず話してくれない。いきなり慣れ慣れしい。やるときはガツンとやれっての。あんた一生童貞組んでいるつもり。あと少しで俺の嫁が決まる。昔みたいにしおりって呼んでほしい。ありがとう、嬉しいよ。仲良くしなさい、今すぐ。行ってきますね、キス。後で怒るなよ。口とか聞いてないよ。